はい、皆さんこんばんは。パラリーマンチャンネルです。今日は、これを買ってきました。若鶏膝軟骨唐揚げ用、128g 176円ですね。これを、焼き鳥串にしていきたいと思います。まあ、軟骨串ですよね。まあ、軟骨串といえば、まあ、この膝軟骨と、あの胸の軟骨、野源軟骨ですね。野源軟骨がありますけど、僕はどっちも好きだけど、この膝軟骨もすごい好きです。こんな感じです。でこの膝軟骨なんですけど、表と裏があります。まあ、ツルツルの方が、まあ、裏とすると表はこういう風に波打ってる方ですよね。なので、まあ、同じ方向で刺していこうと思います。裏がツルツル、表が、波、こんな感じですかね。で、この白いところは、硬くて串が通らないので、この黄色いところ、この油のところを、串に刺していきます。じゃ早速刺していきたいと思います。楽に刺せます。この白いところばっかり刺してると、もう硬くて全然串が通らないので、これ注意ですよね。ます、あの打つのが嫌になると思います、串を。まあ、こんな感じでどんどん刺していきましょう。まあ、こんな感じですね。できた。表、裏、ね、2本目で、もうより見た目を良くするのであれば、下が、根元がちっちゃいので、上に行くほど大きいものをすれば、大きいのを刺していくのが、あの見た目がいいみたいです。なんでこんな大きいのは上の方にして、まあ、こういうこんな感じですかね。これで刺していきましょう。刺していくところは、この白いところは無理なので、この黄色いところですよね。これ見えるかな、このここをこういう風に刺す感じですよね。骨を避けて、そうすると楽に刺せます。こんな感じですよね。こんな感じで順番に、そうするとこれ全然楽に通っていきますので、早くできます。こんな感じですかね。こんな感じ、下がちっちゃくて上が大きいで、表裏って感じですね。表ツルツル、表が波打ってて、裏が平坦って感じですね。で2本目で、どんどん刺していきたいと思います。簡単ですよね。あ、これも綺麗にできた。ほら、綺麗にできました。まあ、こんな感じですね。はい、できた。はい、こんな感じです。綺麗にできました。これが176円で2種6本できるってことは、6、3、18なので1本30円ですね。これ1本30円で、こんなに美味しいものが食べれるなんて経済的なんでしょう。素晴らしい。じゃあ、これを焼いていきたいと思います。はい、では、火もいい感じになってきているので焼いていきたいと思います。よいしょ。4ついっぺんに焼いてみたいと思います。1個は塩コショウで、もう1個は塩だけで食べてみようかな。こっち塩コショウして、こっち塩でいきましょう。よし、
椒、こっちは胡椒もします。胡椒もした方が美味しいのかな、ね、でひっくり返して、塩、胡椒、煙が出るな。よいしょ。わあすごい。油がすごいね今回。こう油が乗ってますね。こっちが塩コショウ、こっちが塩。では先生ちょっとこれ浮かしていただきます。できたかな？できたでしょう。ではこっちが塩コショウの分ね。塩コショウ、塩コショウで、こっちが塩、塩、こんな感じ。塩コショウ、塩ね。じゃあこれを食べていきたいと思います。まず塩コショウの方からいきます。こんな感じ、いい感じに焼けてますね。うまい。コリコリしててうまい。これが1本30いいよね。塩コショウ効いてますね。結構油乗ってます。じゃあ塩だけバージョンいってみます。綺麗に焼けてますね。うまい。塩だけの方が個人的には美味しいですね。素材の味で。これが1本30円価値あるわ。仕込みもコツをつかめば簡単にさせるし、安いし美味しいので、皆さんもぜひ試してみてください。次機会あったら揚げ軟骨もやってみたいと思います。ではごきげんよう。を入れていきます。これ超便利ですね。すごい。ここに全部入れて蓋を閉めて